ではいけない。酔っ払いを運転してはいけない。人を殺してはいけない。このようには様々な規則があります。簡単に言えば、悪いことをするな。つまり、戒めるということです。では、何かを戒めることはいつ、どうやって決められるのでしょうか。何のためにルールがあるのでしょうか。スーパーヒルにしろ、平凡な人にしろ、誰でもルールがあります。もちろん皆さんもルールがあるでしょう。しかし、そのルールは人によって違います。自分自身が決めたルールを守らなければなりません。ルールというのは多くの場合、自らを戒めるために作ったものでしょう。自由にのびのびと育ててもらった私は、周りで見つけた好きなルールやアイデアなどから自分のバイブルを作りました。日本へ来るまでにそのバイブルのおかげで無数の敵を倒しました。例えば、物欲を、食欲を戒め、痩せました。物欲を戒め、貯金ができました。頭髪を戒め、自身を固めました。異文化への拒否を戒め、他文化を取り入れました。そして、武術を通じて恐怖を超えました。しかし、よし、これで最強だと思った私の目の前に、新しい挑戦者が現れました。日本という巨大な存在です。日本には私が好きな商品や食品が山ほどあります。例えば、食べ放題や日本のファッション、フィギュアや刀、そして、日本へ来る前、忙しくてあまり旅行できなかった私にとって、日本で旅行することは、楽しみの一つでした。日本へ来てからの1年間、少なくとも2、3回は旅行しました。旅行を通じて様々なありがたい経験をしましたが、旅行後の私はのんびりしたくなって、過去のことに集中できなくなったことも思います。私が日本を来た目的は、日本語を勉強することです。そのため、時間とお金を無駄にしてはいられません。日本語がまだ下手な私は、情け容赦ない日本人と話すとき、時々不適切な言葉をつい使ってしまい、相手に悪い印象を与えてしまうことがあります。相手に悪い印象を与えないように、使う日本語に気をつけなければなりません。しかし、そのことで、ある問題が生じました。勉強すればするほど頭が痛くなります。日本語を考えれば考えるほど逆にわからなくなります。日本人を相手にどのような言葉を使った方がいいかと考えている私は、馬鹿のように黙ったまま立っています。考えすぎて言葉が出てきません。おはようでさえ出てきません。しかし自然に正直に話したら、私は失礼な人と勘違いをされてしまうのでしょう。そのような問題をはじめ、生活のすべてはいつの間にか選べない二者択一になりました。選べないというのは、私にとってどう選んでも満足できないということです。そんな時、私は周りにいる3人の友人と話しました。珍しい名字の親切な日本人と、AKB48 のアチャが好きなスウェーデンから来たクマと、カラオケでもジャスミンティーを注文したイギリス人です。珍しい名字の日本人は、どんなに忙しくても周りにいる人々のためにベストを尽くしています。私が心配して、遊ぶ時間を作らなくても大丈夫と聞くと、彼は、僕は手伝うのが好きだから大丈夫だよと答えました。また、AKB のあっちゃんが好きなクマは、好きな女性を手に入れるために全身全霊でダイエットしています。私は、運動とダイエットは大変でしょうと聞くと、彼は、37キロもやったからよかったよと答えました。そして、カラオケでもジャスミンティーを注文したイギリス人は、よく他の人たちから、あなたの考えていることはよくわからないよと言われていたので、私は彼にも、伝えたいメッセージを理解してもらわなくて困らないと聞くと、彼は、困るよ、でもできるだけ、説明するようにして、それでも理解してもらえなかったらしょうがないと答えました。
私はこうして仲間たちの話を聞いて、彼らの話からある、ある答えを見つけました。それはもしかして今まで自分をルールでがんじがらめに知っていたのは私自分自身なのではないかということです。日本の友人は、私より忙しいですが、そのせいで、時間を作れないと思っていません。スウェーデンのクマもダイエットのせいで好きな食べ物を、食べなくなることもないでしょう。そしてイギリスの友人は、他の人に理解して理解してもらえないことは自分自身のせいだと思っていません。しかし私自身はどうでしょう。勉強があるので好きなことをするわけにはいかないと思っていて、勉強を選択すると一つの好きなことを捨てなければならないと思ってしまっていました。一つを選ぶと一つを選べない、選んではいけないと思っていたものです。私は将来のために日本に来ました。でも皮肉にも私は目標のことを考えつけて選択肢を狭めてしまい、何かをすると何かを失うという感覚にいつも襲われています。自分自身を戒めすぎて目標を見失いそうになります。最近は何かをすると何かを失うではなく、何かをすると何かを得るというように考えるようにしています。私にとって戒めるとは自分自身を縛るということではなく、私の目標に近づくための手段です。ご清聴ありがとうございました。後編の2つ。